こんにちは、シロです。今日はこちらのゲームを実況します。バキュン。はい、ということで、今日はファークライ5やっていきたいと思います。はい、ということで、こちらですね、シロの街シロがね、あの日を取り戻した街になるんですけど、こんな感じで、ですね、結構いろんな勢力があって、あれなんですよ。まあ、この物語の主題はカルト教団との戦いみたいな感じになっています。シロは確か保安官かな？あのね、このね、ブレイキングバッドのウォルター・ホワイトみたいなやつがいますけど、どっち進めようかな。刑務所とか最高じゃん？これやってみましょうか。で、どこかな？やっぱどこ？あ、場所違う。初めて行きます、ここ。楽しみ。じゃあここまで今からね、白のね、ブンブン、クロマジーとタジーお楽しみいただけたらなと。救済歌詞、同じ意味ですね。そうなんですよ。同じ意味なんですよ。このゲームのいいところは、ゾンビみたいなやつはいるっちゃいるんですけど、最終的にゾンビじゃないので、まだ許せる、許してあげることもないんだからね。はい、ということで早速ね、新しいところまで行ってみたいと思います。これ今ね、この2人からあの車を頂戴しました。素敵ですね。白教はカルト教団じゃ欲しないのじゃん。ね、こういう感じでね。あ、ヒキビーここなんか、もっと車運転したかったんだけどね。車の方がね、ブーンブーンだぜブーンだぜってできるのでね、出ましたね、今車ね。普段無言でプレイしてるゲームだからさ、いざ喋れってなってもマジムズ。もうクマがいることを容認できるようになってきた。救出できたんだあれね。シロがヒキピーしたんじゃないんだけど、そう、なんかゲームをこのファークライ5をプレイし始めてた時は、さすがこうやって対向車にもう体当たりしまくってたんですけど、それだと進むものも進まないのでね。そろそろ思いましたね。あ、やべ、めっちゃ気づかれてんだけど、どういうこと？ちょっと一回撤退します。あの、侵入したいなと思うんですよね、本当に。で、こういう感じで、マーキングしていくんですけど、普段はバレないにやるんですけど、これちょっとミッション的に多分やべえ、ちょっとミッション的にがっちりしていく感じなんで、今なんかいましたね。ちょっと外すんか。
終わっちゃった。ほんとはお水で今日やってるんですけど。お前か、危ないところを救ってくれたな。援護しろ、上に行く。了解。守る、上に行く。敵が奥から来てるっぽい。スナイパーライフル、サイレンサーつけたのまだ持ってないんで、そうなんですよね。しかも、いい、これやってきじゃなかった。体がつい反応しちゃった。街にいっぱいいますね。そこまで来てる。おっちゃん邪魔やん。ピストルしか使ってないんですけど。こんにちは。おかえり。どいつ？こいつ。もうなんかこれマーキングしてる回じゃないっけ今回。もうここで、ここで、え、こいつたち、こいつは味方？が取れたので分かったんですが、これは正解じゃないかな。なんです。人の精子はね、弾薬が取れるかどうかで大体分かりますね。うそです。まあ、こんな感じでちょっとやるんですけど、普段はあ、ミッション的に今何もなくなっちゃったんだ。え、普段は3つの武器スロットで、マシンガン、弓、サイレンサー付きのピストルってやってます。スナイパーライフルをね、手に入れたいなっていう感じでした。ちょっと低たらくなプレイだったんですが、お付き合いくださりありがとうございます。はい、たーん。正直言うと、二度と会えないと思っていた。フラグが乱立された。でも会えました。ロンリ流行ってるよ、城の中では。最高じゃないか。お前も彼女に会っただろう。誰の話してるの？訳あけませんよ。はい、ということで、続きはまた今度。ワークのようになるぞ。ああ、シャーロシー。ピッ。46円。